こんにちは、あやはねまやです。あっちのね、あがわのね、向こう岸はね、めちゃくちゃ桜が咲いておりますね。ちょっと今お昼時なんで、多分お仕事されてるスーツの方がね、お昼ご飯食べつつ、すごい間を空けて一人ずつ座ってる感じでね、お昼を食べたりしていますね。ちょっと今の時間がちょうど12時40分ぐらいなんですよ、お昼の。だからね、本当にこの辺で働いてる人たちがちょっと出てきてご飯を食べるって感じの光景が続いております。すごい、これだけ見ると本当にね、平和に見えるし、何事もないように世界はまるでいつも通りな感じで見えて、ちょっとそんなところも切なく感じますけど、桜が綺麗ですね。あの木の横を歩けたらいいんだけど、私は逆側を歩いております。めちゃくちゃ暖かくて、今日はね、珍しくスカジャンを着てるんだけど、この中に実はね、ユニクロのフリースをね、1枚挟んで着てきてたの。そしたらめちゃくちゃ暑かったから、電車の中で脱ぎました。あ、 ここのさ、相変わらず跳ねるこの前髪ってどうやって押さえたらいいの？必ずここが跳ねてる。一生懸命朝押さえてきてるのに、おかしいな。今日はね、スポーツの中継なんですけど、スポーツチャンバラを取材するそうです。どんなんなんだろう、スポーツチャンバラって見たことしかない。なんかスポーツチャンバラのすごい人がいるんだって。どんな感じなんでしょうね。なんか二刀流でね、持ったりね、その本当に刀みたいな名前があるんだって。担当があったりね、すごい長いやつがあったり、ちょっと頑張って戦おうと思います。ずーっと見て、あっちの方までずーっと桜が続いてる。こういう河川敷っていうか、川のね、沿いに桜がずらーって並んでるのはね、すごい素敵。電車乗ってる時にね、桜の宮っていうところを環状線で通るんですけど、桜の宮は本当に、まあ桜の宮っていうだけあって、すっごかった。もう満開の桜がたくさん並んでて、こういう風に1本がずらーって並んでるだけじゃなくて、ちょっと歩けるようなところに両側にうおーって何本も桜が並んでるから、もう本当に桜の海を歩くような感じの、すごく素敵な場所で、あの辺からね、毎年今ぐらいの時期には桜の通り抜けでね、すごくにぎわうんですよ。造幣局のね、横のところにすごい桜がいっぱい咲いてるとこがあって、そこにいっぱい屋台が立ってね、お祭り騒ぎになるんですけど、今年はそういうこともなく、静かに綺麗に桜が咲いてました。そういうね、人間が何もしなくてもしても自然は変わりなくそこにいるっていうのを見るとね、ちょっと頑張らなきゃなって思わせてもらいましたね。今ちょっといつも通りこの橋を渡ってるんですけど、桜がすごい近い。ちょっと見てみようかな。こちらです。じゃん、いいね。お花見気分だね。さあ、でも私はスタジオに近づいたので入っていきたいと思います。バイバイ。今日も楽しみましょうね。お家にいる人もゆっくりしてくださいね。